baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes two when you build that trust. I feel alone in the so-called love. I said, shawty, I'm done. Driving on this one-way road. Even with you, I'm alone. Trying to find my way back. When I move ahead, you stay back. Baby, I know we get lost. But love is always worth that cost. And God, I always play my part. But now I have to cut that cord. I said, baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes two when you build that trust. I feel alone in the so-called love. When this one-way falling to England, always change like the seasons, just to please you. Now I'm over the pressure, feeling under the weather, but I won't second guess it when I leave you. I don't study the reasons, girl, I swear that you're evil. Let's see all the people, we don't need us a sequel. Cause I got options all around that will take my love. Bodies all around and you just one girl. It's nothing worse than love that is given and not back. I've been on a mission to give it and get back. You've been always missing and grilling about my past. So I had to get gone from you and get you so far from the view. Only cause you wasn't here, you wasn't here. I said, baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes two when you build that trust. I feel alone in the so-called love. I said, baby, I'm done. お疲れ様です。お疲れ様です。宮崎どうでしたか？宮崎今回のめちゃめちゃ波当たって、普通にできないポイントも、普段だったらできないポイント、めっちゃ波いいポイントもできなかったりとかして、結構移動距離あったんですけど、まあ、移動したところもめちゃめちゃ波良くて、でも入った場所ほぼほぼ良かったまあ、ちょっと一瞬なんか人で悩んだタイミングがあったけど、でもそれは別にもう後半だったから疲れ切ってたしね。しかも最高だったね。くげ沼よりは全然まあまあ人もそうだね、人は、うん、そうだね、自分のホームよりは全然少なかったし、波数もあったんで、なんかそんな、うん、本当にガッツかなくてもいい波乗れる環境って本当いいな。宮崎めっちゃ
最高じゃんって今回めっちゃそれを痛感した旅でした。確かにそうですね。あれ何泊ぐらいいたっけ。全部最初はお客さんのね、まあ、なんかスクールもあったりとかして、サーフィンできなかったんですけど、それもなんか1日2日で終わって、うん、その次の日からもうがっつりサーフィンして、もう肩とかも体とかも超バキバキだし、4泊5日いて、うん、ほぼ良かったね、うん、ほぼサーフィン。その波、板も普通に今回2本持って、ロングボード持ってきたんですけど、まあロングボードやるような波でもなくなんか普通にミッドレングス、ライアンバーチのミッドレングスとトーマス・ウェクソンの MV2 を乗ったんですけど、両方ともベストマッチした波あって、多分いい映像すごい撮れたと思うんで、多分2本、ライアンバーチの方は結構インプレッションとして撮って、それ多分結構見応えあるんで、それは見てほしいのと、多分これのこの締めのタイミングであれかな、MV2 の映像が流れます、うん、あ、ほんと。そうだからそれも見てもらえたら嬉しいなと思うんで、また2本とも、まあ、他にもスペシャルゲストいて、それも見てもらえたら嬉しいと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。いや、また宮崎来たいなって。初宮崎だったけどまだまだ痛いって。そうだね、カメラマンの翼は多分本当に今回某所で多分日本のトップレベルのサーフィンを見せることもできて、なんか本当に日本のプロサーファーって、ショートボーダーのプロサーファーってこんなえぐい波攻めてんだよっていうのも見せれて、多分カメラマンとしての意識とか、まあサーファーとしての意識とかもすごい多分上がったから、今後多分もっと映像のクオリティも上がってくると思うし、なんかそれも、それを皆さんもっと期待してもらえたらいいかなと思います。めちゃめちゃ刺激的な4泊5日ありがとうございました。そうですね。まだ来年の目標とかも多分決まってくると思うし、彼の中ではどうしていくか多分みんなが見守っててもらえたらいいなって思うんで、よろしくお願いします。お願いします。なんかどっかのタイミングで登録者数増えたりしたら、それもなんか話していきたいな。そう、どんどん多分登録者が増えれば増えるほど多分僕たちのこととか、まあ、いろんなコラボ相手とかともいろいろ絡めたりとかもするし、うん、ね、頑張らないとね、うん、チャンネル登録だからよろしくお願いします。お願いします。高評価も、はい、コメント DM とかもまあいろいろあると思うんですけどまあなんかあったら直接 DM もらえれば嬉しいんで、よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次奄美行きたい。奄美なら種子島行ってみたい。でも時期が違うから、うん、とりあえず北海道。